気持ちと、対象を取ってからの演技っていうのは、まあ、オナーダンスみたいなもので全く違う気持ちで踊れるのがまた不思議ですね。やっぱりダンスは生物でそうですね。今も感じますか、ダンスは生物？思います。今の方がより感じますね。あ、そうですか。それはご自身で踊ってらっしゃって、それとも、まあ、コーチャーとして感じる部分もあるんですか？自分で踊る機会にですね、よりそれを感じますね。特にこのアカデミーはバンドですね、生バンドですね、はい、それが非常に、音楽的に素晴らしい部分だったり魅力的だったりする部分もあるんですが、はい、選手はリハーサルがですね、バンドと一緒にリハーサルすることができませんので、その曲の雰囲気というのはですね、当日初めて聞いもしくはテンポももしかしたら微妙に自分の思っている時と違って聞こえたりすることもあるんですね。その中で、自分たちの実力を発揮し音楽の中に乗っていくっていう非常に難しいコンディションを迫られているんですけれども、ライブですね。そうですね。そこが逆に言うと見る方からすると面白い部分でもあるので、はい、それをバンドを味方にしてですね、踊ったらいいと思いますね。もう先ほど、2月2日に発売される谷道流ダンステクニックの本ですが、ラテンアメリカン版は峯岸さんが、はい、監修されたと。音池君の師匠であります。はいですね、先生たちが、はい、それもやっぱり同じくダンステクニックの本なんですね。そうですね、大変楽しみでございます。本池純、武藤典子組に受賞のデモンストレーションを披露いただきました。さあ、こちらがその師匠の峯岸組ですね。嬉しそうですね。はい、さあ彼らのインタビューです。なんかすごい余裕すら感じたんですけど。演技ですいっぱいいっぱいです。はい、そうですか、はい、しかも、パートナーさんはボールルームクイーン賞も受賞されて、ね、このあれリーダーさんからこう渡された、はい、これは生徒さんが予想をして、はい、作ってきてくださったんですよ。今回いけるだろうってね。そうなのでと思ったんですけど、無駄にならなくてよかったです。はい、はい、ちょっと目頭も熱く、はい、もう知らなかったのでもう感動して、はい、もうとても嬉しかったよかったね。もうあれですね、チャンピオンは目の前となってまいりましたが、目の前に見えるだけにやらなきゃいけないことが、いっぱい逆に増えているような気がします。カップルのダンスの完成度をとにかく上げたいと、それにつきます。